皆さんこんにちは、ママジョイ千恵子です。今日は梅毒についてお話ししていきます。日本では梅毒の感染者がどんどん増加しています。どれくらい増えているかというと、こんな感じです。男性も女性もぐんぐん増えてしまっていますね。その中でも問題なのは、なんとこの梅毒、20代くらいの若者で増加してきているっていうことなんです。今日はこの梅毒の感染経路、症状、治療についてお話ししていきます。はい、ということでまずは感染経路ですね。梅毒トレポネーマの感染によって起こります。こいつは口や性器の粘膜だったり皮膚から感染するんですが、セックスなどの性的接触による感染が 67.5% 程度で、異性間での性的接触が 88.1% と多くを占めています。具体的には怪我しちゃった時の傷口から出てくる浸出液だったり、精液だったり、膣分泌液だったり、血液だったりといった体液の中に梅毒の病原体である梅毒トレポネーマがいるので、梅毒を持っている人がパートナーの傷口や粘膜に精液や肛門、口とか粘膜を触れることで感染していきます。その他、妊娠中、出産の時にも感染することがあります。先ほど年代別の感染者の数を増加を見ていただきましたが、男女別だと女性では特に20代くらいの若い世代で多いですね。男性だと20代から40代くらいまで幅広く感染者がいます。予防にはコンドームをつけることが大事ですね。コンドームを適切に使って粘膜の直接の接触を避けるっていうことが大事です。そう、適切に使うことが大事なんです。愛撫の時に触れ合ったりして射精する前にコンドームを使うとかじゃ性感染症は防げませんので、ご注意くださいね。避妊のためにピルを飲んでいてもコンドームが必要ですね。あとオーラルセックスやアナルセックスだと妊娠の可能性がないこともあるからといってコンドームを使わない人が多いかもしれませんが、無防備なオーラルセックスやアナルセックスは性感染症のリスクです。梅毒以外にもクラミジア、リンキン、ヘルペスなどいろいろな性感染症のリスクになるので気をつけていきましょう。梅毒の感染力の強さは梅毒に感染している人の病気の進み具合によって大きく違います。梅毒トレポネーマがたくさんいるほど感染力が強いと言われています。パートナーが感染するリスクは感染後4年以内が一番多いです。感染力が強い梅毒患者さんと性的接触をすると30日以内にその 30% が感染します。オーラルセックスだったり手や指の小さい傷からも感染するので注意が必要です。梅毒トレポネーマってパッと見て見える大きさではないので、パッと見てもわからないような小さな傷からでも感染します。陰毛をカミソリで剃っている人もいるかもしれませんが、その時にできた小さな傷からも感染するので注意してくださいね。一旦感染すると、女性では大陰唇や小陰唇、子宮頸部、男性では気道管に痛みのない高血ができます。これを厚生下管と言います。厚生下管が見られるのは感染後3週間程度、10日から90日間程度です。ここまでが局所の症状ですね。あれ、おかしいなとこの時点で気づくこともあるのですが、中には治療をしなくても自然に警戒して患者さん自身が気がつかないこともあります。ここまでを第一期梅毒と言います。はい、梅毒は第4期まであります。順に説明していくと、第2期梅毒は感染してから数週間から数ヶ月の間に血液やリンパを伝って梅毒トレポネーマが全身に広がっていくことで皮膚や粘膜にブツブツができていきます。手のひらや足の裏にブツブツができていることがよくありますね。第2期では全身に広がっているので、ちょっと熱が出たり頭痛や咽頭痛、リンパ節が腫れたりっていう症状が出ることもあります。手のひらや足の裏のブツブツで皮膚科にかかって診断されることもあったりするのですが、症状が軽かったり、ただの風邪と間違えちゃったりすることもあります。
第2期の後は患者さんは長い潜伏期間に入るのですが、何も治療をしなかったら4人に1人が1年以内、あるいは長くても5年以内にまた症状が出てきます。早い段階の潜伏梅毒は感染力が強いですので、治療しないと他の人に移っていってしまいます。そうですね、潜伏梅毒といわれる症状のない梅毒患者となった、ここまでの梅毒患者さんの7割の人が無症状のまま生涯を終えていくのですが、3割の人が第3期梅毒を発症します。第3期梅毒は2年から40年で起こる骨のゴム腫や、20年から30年で起こる大動脈の血管炎が知られていますが、抗生剤の治療が確立してからはここまで至る人は減っています。第4期梅毒は神経梅毒とも言われます。深部感覚障害や歩行障害、認知症などが出てきます。ただ第3期梅毒と同じように、現在ではここまで行く人はほとんどいないです。診断は皮膚に病変がある場合には、病変に梅毒トレポネーマがいるかどうかを確認する方法があります。その他、血液検査で抗体価を測定する方法もあります。治療は抗菌薬です。ペニシリンですね。海外では筋肉注射することで、筋肉に投与した抗菌薬が数週間効いてくれるという治療を行うのですが、残念ながら日本では発売されていません。日本ではペニシリンを内服する治療を行います。内服期間は梅毒が進んでいくと治療期間が長くなっていきます。ここで大事なことがあります。パートナーの治療をしっかり行うということです。早期梅毒と診断された場合には、性的パートナーも必ず検査することが必要です。梅毒患者さんと感染力が強いとされる過去90日以内に性的接触があったパートナーは、症状がなくても治療を行うことが推奨されています。90日よりも前に接触したパートナーの場合には、血液検査の結果で治療を決めていきます。潜伏梅毒の患者さんのパートナーは、血液検査の結果で治療をしていきます。多数の相手と性的接触を持たずに、パートナーを1人に限ることで感染を拡大するのは防ぐことができます。もし自分は1人しか性的パートナーがいないけれど、相手がたくさんの人と性的接触をしているみたいってなった時に、そういうふうな不安な時には医療機関で検査を受けてみると良いでしょう。地域によっては保健所で匿名かつ無料で検査を受けられることもありますので、ご自身のお住まいの自治体に確認してみると良いでしょう。感染が確認された場合には治療することで治りますので、医療機関をちゃんと受診してくださいね。20代の女性に多いということで、妊娠出産についてもお話ししようかと思っていたのですが、長くなってしまったので他の動画で解説していきますね。ママジョイジエカチャンネルでは、すべての女性に美と健康をということをテーマに配信していきますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。